パラです。チェロです。パロチェロです。はい、ラグナドやっていきましょう。いきましょうかね。今回はね、カマキリさん、ぶっ倒しましょうぜ、ぶっ倒しましょうぜということで。何回かね、やってきたんですよ、カマキリさん。強いもんね。いろんなね、パターンでやってきたんですけど、今回ね、見つけちゃいました。お。攻略法を。おー、なんですか、なんですか。まあ、今ね、あの白老天狗ちゃん、まあ、ここ の、あの適性ということでね、皆さん、あのカマキリちゃん行った時は使ってると思うんですよ。ただね、あの武器、武器ですよ。あ、武器が重要なのね。そうそう、こやつのね、弱点はね、こやつの弱点はね、毒と出血なんですよ。ただね、ザコとね、こいつカマキリ、ザコ2匹出てくるでしょ、出てくるとカマキリね、両方ともね、石化が効くんですよ。あ、そうなんです。そうです。そこでね、今回武器を装備してね、やっていきたいなと思うんですよね。ということは石化に特化した。そうですね。じゃあ早速行ってきましょう。はい、はい、じゃあ早速ね、やっていきたいなと思います。はい、これはカマキリちゃんね。ここね、結構最初にね、盾がまず来ないと話にならないっていうことがあった。盾ガチャって呼ばれるものがされるんだけどね。なるほど。で、ここで見て、ほら、石化が効いたりする。あの、一番最初ね、まあ、前の動画でもお伝えしたんですけど、ほらほら、石化どんどん効いてるでしょ。効いてるね。こいつらまず割るんですよ。こいつらに攻撃させちゃいけない。そうね。でね、あの2ターン目かな、あの毒やってくるんですよね。その毒絶対食らっちゃいけないから、石化だったり、まあ、ブレイクで必ずその毒を受けないように立ち回るっていうのがここ重要。もうね、あのボスのカマキリちゃんバシバシ叩いてますけど、ここ無視です。なるほど。で、あの一旦あの敵がね、ボスがね、あの一ターンになると吸収するから、そうね、それまであのザコをひたすらね、ブレイクか石化でね、とどめとくんですよ。なるほど。知ってるのかな、みんな石化効くって。どうなんだろうね。で、俺ね、見つけましたって言ったけどね、ミラティブ配信してたらね、教えてくれたんですよ。そうなの。僕のこと知ってる方でね、あ、チェロさんみたいな、なんか困ってることありますみたいな、いや、カマキリだねみたいな話をしたらさ、咳が効きますよって言われて、あ、すごいすごい。いや、それでね、教えてもらってやってみたんですよ。まあ簡単ですよ。あ、全然違うんだ。全然違う。俺あのここね、結構ギリギリで勝ってガッツポーズ取ったようなとこなんですよ。そうね、そうね、すんなりいけました。ここら辺も見てもらうと分かるけど、ここね、まあ、何かって言ったの、4番目チェインナンバー4の時にね、あの召喚するんですよ、あの子分たちを。ああ、そうね、そうそうそう。だから絶対4割んないといけない。チェインナンバー4は必ず割るっていう、ここの、まあ、ちょっと紹介シーンなんですけどね。ここら辺もさ、俺結構あの何て言うかな、4になるまで結構ギリギリ待ってたりしてたけど、石化がね、ガンガン効くから、あ、そうか、もうバンバン割れる。俺ね、今回この戦いね、回復1回も使ってないんですよ。あ、そうなんだ、それすごいよね。すごいやろ。いや、結構ね、ほんとさっきも言った通りガッツポーズ取ったような感じで、倒した相手をね、こんな感じでサクサクいくわけですよ。わー、すごい。最後の方ね、あら余裕とか思いやったらちょっとね、危なかったんだけど、いや、ほんとね、石化が効く。まあ2つね、あの緑の風の武器と、もじゃもじゃの武器なんだけど、ケルケゲのね、この2つ装備しとったらね、なんとかいけるよ。あ、そうなんだ。こんな余裕でいけると思わなかったもん、本当に。やっぱりこうちょっとね、石化とかで遅らせると違うよね。いや、全然違う、本当にびっくりした。回復とかも間に合うし。今回ね、この石化っていうのをちょっとお伝えしたくてね、動画作ってるんですよ。皆さん本当石化使ってみてください。僕も教えてもらったんで、今日教えてもらった。今日教えてもらって、すぐ動画にした。いや、もう契約結んだんですよ。あの、使えますよっていう契約をね。あ、そうなの、ちゃんとね。そう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 。また何かネタに困ったら来てくださいって言われてたんで、もうツイッターもミラティブもフォローしましたんでね。またね、ちょっとネタを仕入れに、すいません、ちょっとお世話になりますね。いや、ほんとびっくりした。っていう感じでね、まあ、ここ本当に、その、まずあの、なんていうかな、まあ、こんな感じでサクッといけたんですよ。
ということでね、ええ、今回ここでこのカマキリで何回も撮ってんだよ。3本目ぐらいって思うんやけどね、うん、カマキリの動画。俺カマキリ嫌いだからさ、いつも。もよく言ってるもんね。そうそうそう。まあ、重要なのは、うん、ザコ、毒食らわないっていうところと、うん、ボスで、4ターン目、うん、必ずブレイクする。あとは石化で殴るっていう、うん、この3つだけやっとけば倒せるよ。そうね、うん。あともうちょっとでクリアできるのにっていう、あともうちょっと勢に。そう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 。いや、これ本当ね、本当に役立つと思うよ、マジで。うんうん、まあもう知ってるよっていう人はね、高評価をしとってもらったらいいかな。え、マジで知らないんだって言ったら、ちょっとコメントもらったらね、いいかなと思います。思います。教えてもらったんでね、これ僕の知識じゃないですよ。教えてもらいました。はい、ということでね。少しでも参考になったら幸いです。幸いです。はい、では今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。